昨日道内の今年の最高気温を更新した北見市、今日はすでに 35.3 度で、このあと36度まで気温が上がると予想されています。初めて宗谷、釧路、根室地方を含む全道で熱中症警戒アラートが発表されました。道内の学校では各地で一部の授業を打ち切るなどの対応が取られていて、午前10時の時点で全道で合わせて262の小学校が授業の終了時刻の繰り上げや休校を決めています。午後は局地的な雨が予想され、湿度も上がる見込みのため、熱中症や食中毒に警戒が必要です。